はい、皆さんこんにちは、ネコニラでございます。FIFA 16来ました。日本語版発売日がやっと来ましたね。待ちに待ちました。でやっていきたいと思います。今回はやっぱりFUT かな、最初に。まだプロクラブの方もチーム作ろうと思ってるんですけど、YouTube 見てくださってる方でね、募ってチームを作ろうと思ってるんですけど、まだ立ち上げてないので、今日はまあ初っ端ということで UT をやりたいと思います。 FUT ね。で僕が買ったのはね、これ、このね、なんだ、デラックスエディション、これを買ったんですよ。なので、40パック買える、もらえるんですよね、プレミアムゴールドパックが。それをちょっと早速開けていっちゃおうかなと思ってます。いきましょう。お帰りなさい、リワードパックを受け取ってください。はい、いきますよ。チームの編成のアップデートが必要です。はい、お帰りなさい、お帰り、お帰りなさい、言ってくれた。ストアに行ってアルティメットチームへ復帰したことへの報酬を受け取りましょう。はい、クラブ名ちょっと変えましょうか。ネコニラ FC にしましょう。はい、これでいきましょう。ネコニラ FC ね。はっ、いきなり、ちょっと待って、びっくりさせないでよ、いきなり。なんか、あー、最初の、なんで、もうやめてよ、大声出しちゃったわ。ちょ、とりあえずいいです、今は。ブラウズパック、マイパック、これが1,2,3,4,5,6,7,7個しかないよ。はい、とりあえずじゃあ、ここにある7つかなを先に引いていきます。まずは、じゃあまずはこのブロンズ報酬パックからいく。ブロンズだからね、これは。うん、オビエド、分かってんだよ、そんなことは。はい、すべて送ります、とりあえずね。とりあえず保管できないものがあります。まあ売っちゃいましょうか。これミックス選手パックいきましょうか。ちょっとなんか金のやつ出て。おーおー、エレーラいいじゃない。うん、なるほど、いいですね。ちょっととりあえず全部送って、じゃあこのミックスパックもう一個いきましょうね。うん、ロベルト、うん、オッケー、そんな感じね。じゃあこっからですね、ゴールドパックなんで、こっからは。じゃあゴールドパック、これは選手一人出てくるのかな、確かレアがね。いきます、頼む、いいやつ、いきなり。はっ、うん、なるほど、グリーン、ガルシア、うん、このケミストリースタイルなんかはね、必ず使う。まあでも今回は最初からこうついてんのかな。じゃあもう一回ゴールドパック開けて、誰、バイエルン、ローデ、うん、なるほど、セバスチャン・ローデだっけ、アブラハム、これが重複、これだってさ、出品するっつったって、ちょっと見てみろ、価格いくら、たけ、あ、400とかか。ちょっと出しときます。
あーでもいいか、クイックバイカクしクイックバイカクしちゃいましょう、こいつね。あとは送っときます。でプレミアムゴールドパック、どっちから行く？アラバから行く？頼む、アラバ、アラバ。誰？なるほどなるほどね、送っときます。これ全部引き終わったら来んのかな、40個。誰ですか？知りません。やっぱなんか来ないんで、パックがないので、やっぱパックが、特定のパックがまだ送られてこないんで、ちょっと一回今引いたのでチーム作ってみましょうか。はい。システムは4231がいいかな、無難に。とりあえずね。はい、これで、監督。お、プレミアの監督いるじゃん。オッケーオッケー。で、とりあえずこんな感じでいきましょうか。とりあえずはね、これオンライン行って勝てるかな、勝てる気しないよね。行ってみる、ちょっと一回行ってみましょうか。こんなチームで勝ったらすごいよ。せっかくなんでオンライン行ってみましょう。当たらないな、当たらない。でちょっとオフラインでやりますか、しょうがないから。よしよっしゃ、行きましょう。さてこれがシーズン初の試合になります。いいスタートを切りたいでしょう。まずは一番下からの、ちょっと待って、カメラスタートですが、どこまで上行けるでしょうか。ホームチームの、待って待って待って、おかしいだろ今の、一歩も動かなかったぞあいつ。採用してきました。終盤の守備が熱くなります。課題守備ブラウン、危な、スルクサボールダッシュ、寄せが早い、おお、やばいやばいやばい。この試合は注目の一戦になりそうです。今回の移籍市場です。すげえ使いづれこの人たち、やばい。嘘でしょ。嘘、危な。危な。くっそ攻められてるけど。やばいやばい、オッケー、ナイス。これ揃うまでキッツ、こんなきつかったっけ最初。うわぁ、あれどっち、こっちファール、嘘だよ。シュートだ、危ないいよ、教えていこう教えていこう。
嘘でしょ、つら、超つらい。これは残念。ナイスカット、あ、取れない。相手のこのパスの連携やっぱり いいもん。やっぱりグラムカシア、サイドチェンジです。やばいやばい、それはやばい。そのくさびのパスはちょっと囲んで、オッケーオッケー、そっちじゃないんだけどな。オッケーオッケーオッケー、ナイス。おお、それはお前、それはお前ダメなファールのやつだよ。最低なファールしやがったな相手。ナイボーナイボー、オフサイかよ。しかもつら、つらい。やっぱ連携って大事ですよね。嘘でしょそのナイボ出すなよ。これはまずいな。全然やれる気がしない。ナイスカット。嘘。そのバイタルエリアにボランチが全くいないのは何なの。ナイボー一回当てて、うーそー、つらい。ナイスカット。嘘、マジ。嘘でしょ。あぶねえ、超攻められてる、超攻められてるよ。おー、あぶね、クリア。またコーナー。嘘、やめてよ。こんなディビジョン10で負けてる。おお、嘘。つらい。つらすぎる。あげるよ、頼むよ。なんだそれは。超チャンス、超チャンス。嘘。超チャンスじゃん今の。何してんだよもう。前半が終了しました。スコアは1対0。そうだろう。後半行きましょう。ちょっとね、後半開始です。ちょっとアタッキングで行きましょう。もうダメだこのままじゃ。1点負けてるからね。ちょっと前がかりに行かないと。マックス・クルーゼ、ナイスリブ、ナイスリブ。危険な位置です。緊張感が出てきます。うわ、そのルーズボールを全然取れない。ところにいました。ナイスインターセプト。
ナイスヒント、ナイス、おっしゃー、試合を振り出しに戻しました。オッケー、ナイス、今のシュートフェイントは完璧でしょう、ねえ、完璧でしょう、下手くそなりに。いやー、堀池さん、キャプテンやりましたね。やりましたね、よく動き回ってましたからね。オッケー、ナイス、ナイス、誰？クルーズ？まとまりがないように見て取れますが、いかがでしょうか？ないよ、まとまりなんか当たり前だろ。線つながってねえんだから。アンデレエレーラ。ナイボ。シンプルにいくよ。上がった。それチャンス。お前なんだそのシュート。なんだ今の。なんだよ今の弱っちシュート、おかしいだろおかしいだろ、誰だよ今の、わけわかんない弱いシュート打ったの、謎すぎ。ナイス、これは来た、シュートはブロックされました。バレル課題守備、フルハードプレス、ハードプレス、ハードプレスサッカー。おお、なんだ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 。おお、来た。そんなことあんの？そんなことあんの？クルーズ2得点ですよ。はいはいはい。クルーズ2得点。あ。このリプレイの時にカードの色まで出るようになったんですね。何を使ってるかっていうのが分かるようになったんだ。これはオンライン荒れるな確かにこんなディビジューでね負けてる場合じゃないんですよ。いくらこう下手くそといえど、注目のアンデル・エレーラです。あー、下手くそだった今、ブラウン、もう扱いづらくてしょうがねー。それはカットしてよ、 OK、 超チャンス、超チャンス、超チャンス、アンデル・エレーラは行きます。そう、一個奥だよな、一個奥、一個奥だよ今の、手前に出やがったよ。やばいやばいやばい、もうぶねえ、危ねえ、危なすぎでしょ今の。スルチさん、ナイスインターセプト、ここは攻撃を抑えました。よやめてやめて、嘘でしょ。ナイス、セルジロベルト、おお、マジかよ、ちょっと選手変えようかな。でももう80分か。ここがポイントだと分かっています。ええ、ここでゴールを奪えれば本当に大きいですからね。味方もうまく使いたい。危な、うなってしまう気持ちも分かります。同点とはいきませんでした。残り時間はわずかですが、何やってんの、まだまだ勝負の行方は分かりません。危ない、ちょっとサイドバック、 OKOKOK、 さあ揺さぶりをかけていく。嘘、危ねえ、同点ゴールが決まるかと思いました。惜しかったですね。ですが今のシュートは危ない。何やってんの、シェイク・ティオテ、シャビ・トーレス、うわ今
っちゃう全然パス出ない。怪我してんじゃんお前。シャビトーレス、ちょっとねすごい下手くそにねこう映って、まあ下手くそなんですけど、ちょっと本当半端ないわこのやりにくさこいつら。それはオッケー、ナイキーナイス、あぶねー、ギリギリの勝利。まあ良かったですね、なんとかわけわかんない感じでゴールしましたけど、まあ、クルーズ 8.4 は納得だな。オッケーオッケー、ナイスですね。433ももらった。はい、ということで、まあ、今日はこの辺りで終わっておこうと思います。このね40パックがなんで届かないのかちょっとよくわかんないんで、それをちょっと調べて、またね次回40パック引いていこうと思います。はい、それとね、このプロクラブモードで、まあ、WCCF プレイヤーの方なんかにもですね、いると思うんですよ、まあ、FIFA やってる方が、やろうとしてる方もね。なので、まあ、プロクラブモードで、まあ、そういう方でより集まって、1週間に1回ぐらい、まあ、土曜日の夜かなんかにこう集まって、まあ、みんなでプロクラブモードをワイワイ楽しくやって、で動画を撮ってそれをアップロードするっていう形の、まあ、企画を今企ててるので、ぜひ、はい、そちらもご参加ください。また追ってね詳しいことはお伝えしたいと思います。それではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。